出てきてねえとかって言われてる時代なんで、全然いいやん。ね、音楽の業界で、大体サブスクリプション、ね、音楽のサブスクリプションも同じぐらいの割合って言われてるんで、一曲中だと、全然、まあ、割り当てた方が楽なんじゃないのって思うかもしれませんけど、これジャスラックに入るところで、そっからジャスラックが、でしかもそれを作曲者、作詞者、アーティスト、いや、携わった皆さんに振り分けるっていう形になるんで、なので、実際にそのアーティストさんに入ってくる額はすごく少ない。特にシンガーソングライターみたいに全部自分でやってない人じゃないアーティストさんになってくると、めちゃくちゃトリップが減るよっていうのは、そういうところなんですよね。厳しいと思いますよ。新進アーティストさんで2000再生とか入って1曲作ってよ、2000再生、1万再生入ったって下手すりゃ 0.1 で1000人とかしょ。楽器の使いにもならないですよね。2000円とかですからね、1曲作って頑張って、厳しいよねっていうのはそういうことでしょうね。バンドだったらその1円で取って1万円入ってくるかもしれませんけど、1万再生とかですね。ただバズってる人で1億再生とか言ってる人は1億円入ってくるからいいですよ。でも1億再生いくって言ったら、どこだ、リサチのグレンか本田が3億再生だったっけ。だからそこまでいったら無事ですよ。もちろんね、ヒゲダンさんとか言ったら4億再生とか言っちゃうんで、それはもちろんそれで、ね、0.1 でも3万とかってことよ。考えないとそれは思うんですもんね。あれだけ音楽で作るのに時間がかかって、手間がかかってたんですからね、難しいところだと思いますよ、だから海外はどうしてるかっていうと、やっぱりライブで稼ぐんですよ。で、そのでライブも日本みたいな観客席の基準全然違うんで、普通にもう蹴れるようになってますし、ちょっと単価を高くするような形でね、やったりとか、1万円ぐらい取ったりとかね、するような形でやったりするようなんで、立ってますよってことですね。まあ、物価が上がっても、海外の言うて給料も上がってますからね、その差は大きいですよ。だから今、ビッグマック指数。あれね、よく経済を表すのにいいって言われてますけど、ビッグマック指数で言うと、日本って40位かそれぐらいなんですよ。30か40ぐらいなんですよ。もうだから、海外だと、アメリカだったら今700円ぐらいするはずです。セットじゃないですよ。単品でですよ。単品で700円とかするんですよ。ビッグマックが。だから日本ってすごく安くなってる。つまりそれを言うと、それで経済規模、その要は経済力の指標にもなると言われてるんですよね、ビッグマックの価格って。だから先進国の中ではダントツで低い、それだけ成長してるってことなんです。もうあっという間にどんどん、他のところに抜かされていって、ね、日本でもね、安い価格で頑張って、ね、やってるってことで頑張ってるんですけど、頑張ってる結果ダメになっちゃってるんでね、全力でダメな方向に頑張っちゃってるんで、それはすごく頑張るんで、やばいっすよねっていうことなんですよね、ある意味で一昔前の日本にあった窓際スクっていう制度はある意味で正解だったんじゃないかと思います。実はヨーロッパでもあるんですよ。アメリカではあんまり使わないんですけど、ヨーロッパではこの窓際族みたいな言葉で庭いじりっていう言葉があるんですよ。彼の仕事は庭をいじることだと、ガーデニング、彼の仕事はガーデニングだっていうと、もう彼は干されてるから、もう要は会社の中に入れさせてもらえる家で、ガーデニングしていくよっていうようなが、日本でいう窓際族みたいな感じとかありますけどね。だから大事な仕事をさせない、頑張ってダメな方向に持ってきちゃう人はもう
仕事をさせないのが一番会社の利益になるっていう、うん、でそれはおかしいって言ってね、全員がで、ね、頑張って、ね、努力する人っていう見合った結果がこの30年ですからね、結果が分かりやすかったですよね、うん、まあ、最後のわさびいただきます。締めはわさびなんですよ。すると最後口がそっぱりしとんで、いいね、あのさっきあそこでも食べたんでね、ちょうどいい、この時間がくらい、このか、これ食べないと、こっち食べない、こっちは何回もメイクしてるんですからね。
今日一日ですね。ですけど、あとなんかバッタ以外はバーコードがない。あれかな、そこです。いや、販売所、直売所限定なのかな。今来てるのは多分一般の豊橋市内だったらちょっと買いたいそういうのかな、スーパーとか。どうですか。